1. 1平岸駅。2. ススノ駅。3. 札幌駅。平岸駅は、北海道札幌市と平区平岸2条7丁目に、ある、札幌市交通局南北線の駅。駅番号は、N12、白石中の島通の真下に位置し、東側に国道453号との交差点がある。平岸という地名は、アイヌ語のピラケシ、イ外、由来となっている。駅スタンプは、 平岸駅のイニシャル H の中に、環状通のリンゴ並木が描かれたデザインになっている。二面二線の相対式ホームである。南北線の駅では珍しく東西方向に、ホームが伸びており、東向きが、真駒内方面、西向きが、あそ方面である。ホームに改札が直結するタイプの駅であるため、コンコースはなく、改札内ホーム中央に、階段の連絡通路がある。このため、 車椅子の利用者は地上部分で行き先に沿ったエレベーターに乗る必要がある。まこまない方に片渡りポイントがあるが通常営業では使われておらず人身事故等があった際の折り返し用として使用される。エレベーターはあそ方面ホーム業が旧3番出入り口に設置され、3番出入り口はパークマンション側の出入り口に変更された。 まこまない方面法務業のエレベーターは一番で入り口に設置されている。乗り場札幌市交通局によると2017年度の1日平均乗車人員は8460人であった。駅周辺は昔一面のリンゴ畑だったが現在はマンションや商業施設が林立し豊平区の中心地として発展している。市の中心部からは外れるが 平岸通りと平岸中の島通が交差するため、交通量は多い。出入り口は、白石中の島通沿いに3カ所あり、うち1カ所は、国道453号との交差点にある、1番出入り口、2番出入り口、3番出入り口、2番出入り口に、バス待合所が併設されているが、バスターミナルやバス発着場の設備はない。2018年12月現在平日1日あたりの、 バス発着本数は209便。2019年4月1日現在。路線詳細は、北海道中央バスは営業所記事。上鉄は、事業者記事を参照。1番乗り場、2番乗り場、3番乗り場、国道453号沿い臨時乗り場、札幌市営地下鉄南北。線中の島駅、平岸駅、南平岸駅。ありがとうございます。